ライワトゥルー、ヘイシリー、アレクサ派トエです。ポキさん何派ですか？グッチアイフェイシュシュ人工知能あの俺の聞いたことがない装置が今出てきたんですよ。人工のアシスタント何派ですか？いや僕は基本的にシリしか持ってへんのよ。あ、そうなんですね。いつもマップを出したい時にシリ使う、はい、おお。どこどこまでの最短距離っていう感じで。なるほど。車にセットする感じ。皆さん気をつけてほしいんですけど、こいつら盗聴してるんで、もうみんなのプライバシーないっすよ、こいつら。ということでですね、最近ですね、アップルが2021年8月21日、本当に最近なんですけど、対象のユーザーから音声データを収集するというねアプリを公開しとるんですよ。公開？ Siri Speech Study っていう新しい iOS アプリを APP ストアで公開しとるわけなんですけども、詳しく。このアプリはですね、調査参加者が自分の音声リクエストやその他のフィードバックを Apple と共有できるよっていうことなんですけど、世界の多くの市場でまあ利用ができるんですけど、これね限定公開みたいな感じで YouTube というところの APP ストアには登録はされてないんですよ。あ、そう。どれでニュースの招待されないと無理みたいな。初期のクラブハウスみたいな。ああ、なるほどね。ミクシーみたいな感じで、まあ、一般ユーザーが参加するために登録する方法はないっていうことを言っているんですけど、実際アップルもこのアプリは Siri の製品改良のために使用されており、参加者がアップルに直接フィードバックを共有する方法を提供しているってことを言ってるんですけど、ちょっと待って、このソフトって僕らユーザーに何の利点があるの？何の利点があるかっていうと、実はなんでこんなアプリをアップルはわざわざ作ったのかと、それが2019年に起きた盗聴問題が原因なんじゃないかって言われてるんですよ。なるほど。皆さん知ってます？これ全然ニュースとか流れてないんですけど、2019年の8月にアップルの盗聴問題が発覚して、実は謝罪してるんですよね。そんな事件あったっけ？そうなんですよ。これがイギリスの新聞紙ガーディアンが、アップルの委託業者がユーザーとシリとの会話を日常的に聴取していると報じたっていうことやったんですよ、ね、え、マジで？じゃあ「ヘイシリ」って言ってなんかやってる時に聞かれてるってこと？聞かれてるんですよ。だからコイッキーさんが、あ、この携帯持ってる人はここよく行くなみたいな。え、俺の行きつけの店バレたら嫌やな。ちょっとあれ、また女かみたいな、そういうまたメンヘラ作ってるのかみたいなことがバレるかもしれない。ほんま誤解を生むからやめて。ほんまにマジで。え、大丈夫なんですけど。ほんまにやねん。そう、これ嘘やでアップル分かってるかということなんやけどそれは、まあ、アップルはこの報道を受けてなんと謝罪と、で同時に会話の扱いに関するルールを改善して iOS13.2 により Siri の使用履歴の消去や使用状況をアップルに送信するかどうか選べるようになったんですよ。え、ちょっと待って、では謝罪したってことか、認めたってことでしょ？認めたってことです。ほんまやったんや。ただでこれね、未だにこの iPhone 盗聴しとるんちゃうのみたいな話がありまして、カナダアメリカの雑誌ビセットの記者ニコルズさんって人がいるんですけど、この人はスマートフォンは会話を盗聴してるよみたいなことを指摘していて、記事の中で数年前に起こった不可思議な出来事について振り返ってるんですよ。それがどういったものかっていうと、まあ、ニコルズさんは数年前 iPhone をこうやってねポケットに入れてたそうなんですよ。まあこうやってよく入れるじゃないですか、はい、で友人と、まあ、バーでね、まあ、訪れたばっかりの日本のことについて話しとったんですよ。また近いうちに日本に訪れたいみたいな話をねしたわけなんですよ。でまあ別にシリとかはことくり関係ないじゃないですか。でその翌日ね、携帯を見たんですよ。そしたら東京への格安チケットの広告が Facebook 上に現れたんですよ。しかもこれニコルズさんだけじゃなくて、その一緒に話してた友人にも現れたんですよ。え、やばみたいな。これって別にこのニコルズさんだけが体験してるわけじゃないんですよね、はい、実際日本でもおばと、まあ、冷蔵庫買いたいなみたいな話したら、まあ、冷蔵庫の広告が出てきたとか、で実際、まあ、Hey Siri っていう機能でこの盗聴されてるんじゃないかみたいなことを日本人の方も結構指摘されとって、はいはい、実際僕も、まあ、この YouTube 上で借金ありますねみたいな話をアハハハハってやってるじゃないですか、はい、であとクソゲー小エッキーさんめちゃくちゃやりますよねみたいな、はい、アウアウみたいなゾンビみたいなやつのやりますよねみたいな話よくするじゃないですか、はい、僕の漫画の広告その2つしか流れへんもん借金を減額するなら法律相談みたいなやつと、あ、俺借金の広告一切ないな俺。そうで、あとオンラインカジノとか、でも社交心を煽るような広告ばっか流れるもん俺の携帯。俺ないわ。何流れるんですか？俺はクソゲーが延々と流れます。ほんまにダウンロードしてるからなんやろね。ほんまにあとあれな、マッチングアプリやつとか流れてる。あ、俺マッチングアプリ全然流れへんな、うん、まあでもこうやって聞いたことで、うん、君は今日からマッチングアプリを流すんやでって感じになるかもしれないけどなるほど。こういう例がまあ実際あって、で、まあ、このニコルズさんはですね、サイバーセキュリティ企業アスタリスクの博士に今聞いてみたんですよ、うん、でそしたら会話聞いてる可能性は全然あるよっていうことが返ってきたそうなんですよね。え、だって確実ってことでしょ。そうで、実際この Siri とか Google アシスタントとかも Hey Siri OK Google が、まあ、いわゆる録音開始の合図
になってるよっていうなるほどね言われていて、はいはい、実際、まあ、この Google でも、うん、アレクサ、まあ、僕も使ってるんですけど、うん、このアレクサっていうのはですね、まあ、話せば話すほど語彙が増えていっぱい話しかけてねみたいなことを言うとったんですけど、まあ、実はアレクサでできないような難しいことって、うん、裏で人間が聞いていてやってるよっていうことが分かったりしたんですよね。そう、まあ、出会い系の桜やろ。そうそう、まあ、そういうこととか、まあ、あとは夫婦の会話が、まあ、友人に勝手に送られてたとかこれはよくあるね、なんかね、そう、なんかそういうことが、まあ、言われてしまいまして、うん、結構やばいねみたいな話があったんですよね、うん、まあ、だから結構こういう盗聴ってのはわりかしある話なんやなっていう、うん、で、まあ、そんなシリなんですけど、実はシリって結構その出自が怪しいというか、羊でもないよ、めー、黒羊でしたね、はい、あくまで羊ですからということなんですけど、そのシリの開発の元々の話をすると、うん、シリは元々アメリカの兵士を戦場でサポートするための人工知能開発プロジェクトやったんじゃないかってことが言われておりまして、やっぱりこう戦争系なんかな、技術開発って言ったら、まあね、で人類史上最大のこの人工知能研究プロジェクトとも言われ、2003年からまあスタートしてるんですよね。だからもう名だたる研究者とかお金とかを使ってやっとったわけなんですけども、そう、これ実は最初これ Apple Store に登録されたアプリやったんですよ。だから iPhone からついたわけじゃないんですよ。あ、そうだ、私アプリやったんですよ普通に。で2010年に Apple が、お、Siri いいねこれみたいな、買収したんですよ。あ、Apple独自の技術じゃなかった、じゃないんですよ、うん、で iPhone の標準機能に Siri をつけることになりましたと、うん、で2011年10月4日、これなんと Siri が iPhone4S に搭載されることが決まりました、うん、この iPhone4S の4スティーブのために、だからジョブスのためなんじゃないかみたいな噂ってあったじゃないですか。あったな。実際、まあ、これ何で言われるようになったかっていうと、スティーブ・ジョブス氏がもう56歳という若さで亡くなったんですが、それが iPhone4S の発表を見届けた翌日だったんですよね。そうだったっけ。でこの iPhone4S はジョブスがめちゃくちゃこだわって作ったんやでみたいな、うん、だから iPhone4S ってもめちゃくちゃ売れて、うん、僕も iPhone4S 買ったりしたんですけど、はいはいはい、iPhone デビューしたんですけど、そこのこの 4S は実は、まあ、4スティーブではなくて、うん、S っていうのは実は Siri だったんだよっていうことを、まあ、ティム・クック氏が言うてるんですよ。じゃあ間違いない、ティム・クック氏、そうそう、ジョブスの後継いだ人やから ね、まあ、そんな Siri なんやけども、実はこの Siri って聞いちゃあかん言葉っていうのが、まあ、あるんですよ。聞いちゃいけない言葉、まあ、昔流行ったんですけど、まあ、例えば「Hey Siri、 ゾルタックスゼイヤン」、ゾルタクスゼイアンは楽しいところです。チョコレートの川やチョコレートの木やチョコレートの湖があるんです、というふうに、ちょっと、まあ、聞いちゃいけないって初っ端聞いてんのどういうこと、サイコパスですよなんでそうですか。ゾルタクスゼイアンっていう、まあね、聞くと、まあいろんなパターンがあるんですけど、今みたいに、まあこのゾルタクスゼイアンで、このチョコレートの川や、まあ湖とかがあるんやで、みたいなことを言うてるんやけど、まあ一見メルヘンで、ふわーんやで、いいなーって思うじゃないですか。何それ不思議だなと思うんですけど、実は、まあこれ僕の好きなゲームとかにもある、リライトとかっていう作品があるんですけど、はいはい、まあその中にも都市伝説の中の一個で、まあ都市伝説を追い求める作品なんですよ。虹色の楽園っていうのがあるから、まあ調査しようと。で主人公が入ってるオカルト研究会を調査するわけなんですけど、はい、その虹色の楽園の正体は川やったんですよ。でも川って虹色じゃないじゃないですか。うん、どういうこと。それが虹色の物体がなんかもう流れて、川が虹色に染まってる川なんですよ。でこの虹色の正体は簡単に言うと、まあ毒で、もう触ったら溶けちゃうよみたいな、そういう危険なものだったんですよっていう、うんうん、だからこのチョコレートの湖とかチョコレートの木っていうのも、もう人類が住めなくなった世界のこととか言ってるんじゃないのかとか、うんうん、まあ、そういう噂があるんですよね。でその他にもシリに賢いですかとか頭がいいですかっていう質問をすると、ゾルタックスゼイアンっていう謎の回答が返ってくることがあるんですよ。あ、今言ったやつね。そうで、ゾルタックスゼイアンって何って聞き返すと、まあ、架空の惑星6000年くらい前に遠い銀河に人気があったテレビ番組の中に出てくるっていうことを言うんですけど、いやいや6000年前にテレビ番組ないでしょっていう。確かに、え、人類滅びたみたいなとか、なんかちょっと不思議な回答が返ってくるんですよ。何かを知ってるけど、そうで、まあ、さらに、これ今聞いて、ゾルタクスゼイアンってシリに言った人いると思うんですけど、この質問をすると、まあ、秘密結社に要注意人物と認識されて死ぬまで監視され続けるんで、皆さん気をつけてください。でも監視されてるやん。もう、遅い。え？もう、手遅れなのよ。さよなら。さよなら。明日
日から僕一人でお届けする可能性があるね。じゃあこの音声はもうアメリカに送られて、もう iPhone が電源入ってなくても現在地がもう分かるようになってしまう。すごいね。だったらね、電源切れた時もスイカ使わしてよって思う。あれ困るよね。そうそうそう。で、まあ、さらにこのゾルタクスゼイアンを調べていくと、ゾルタクスゼイアンフクロウっていう言葉が出てくるんですよ。これ知らんわ。ゾルタクスゼイアンはやりすぎ工事か。はいはい。でも出てたから卵運びテストとか、うん、あ怖って思ったけど、フクロウはちょっと最近じゃないこれ。あ、なるほど。じゃあこれどうやったら出るかっていうと、うん、質問は、うん、ヘイシリー、何を食べたらいいですか。わかりません。でも何か食べたいものが終わりでしたら、いつでもレストランを探すお手伝いをしますよ。まあ出てこなかったんで、出てきた回答がこっちなんですね。はい、今出てますかね。タンパク質は体にいいですよ。タンパク質が含まれるのは赤身の肉や糖類、シェイクやゾルタクスゼイアンフクロウの卵だそうですっていう意味不明な回答をしてくれるんですよ。この卵っていう、まあ、言葉はですね、生まれる前の姿だったりとか成長する前の様子、不完全な状態っていうのも指すって言われていて、うん、未熟な生き物、不完全な生き物、幼稚な生物ということを言ってるんじゃないのかなと。つまり人工知能にとって人間は幼稚だよっていう。なるほど。でこれ何を食べればいいですかっていう話で、ソルタクスゼイアン袋の卵って言ってくるから、実はこれ人間食ってんちゃうのみたいな。なるほどね。そう、ゾルタクスゼイアン袋の卵はどこで買えるんですかって聞いてよ。ゾルタクスゼイアン袋の卵はどこで買えるんですか。ゾルタクスゼイアンは楽しい。あ、また濁されてるわ。チョコレートの川や、うわ、チョコレートの木や、さっきと同じやつですね。チョコレートの湖があるんです、はい、怖い。ということで、まあ、このフクロウなんですけど、実はフクロウをイメージキャラクターに置いてる秘密結社があるわけなんですよ、うん、それがイルミナティ。出たよ。世界を操る闇の秘密結社。ほんまや。フクロウなんよ、うん、フリーメイソンのね、まあ、最高組織とかも言われたりしてますけど、はい、で、まあ、このフクロウが、まあ、このようなことを意味さすならば、うん、この人工知能シリはイルミナティのために作られたんじゃないかとか、うん、まあ、イルミナティは人間を食べてるんじゃないかとか、うん、まあ、そういったことが、まあ、考えられるんですよね、うん、で、まあ、これの他にも、まあ、シリに聞いちゃいけないっていうことが存在していて、例えば、はい、2038年、まあ、これどういうことかというと、うん、まあ、シリに皆さんこう聞いてほしいんですよ。地球、人類はいつ滅亡するの？世界に終わりというものはないと思います。ただ変化するだけです。たくさんのことが良い方向に変わってきていますよ。どういうこと？ということで、まあ、なんかそういう感じの回答を返してくれるんですけど、うんうん、その他にもこれ返してくれる回答者はこういったパターン。安心してください。まだまだ終わりませんよとか。うん、普通はこうやって優しい回答がいっぱい返ってくるんですよ。まあ、全然なんかね、そうなのみたいなことじゃないよね。そう、うん。プラスのことで返してくれるんやなと思うんですけど、これをですね、うん、根気よく聞き続けた結果がこちら。32ビットのユニックス機関は2038年1月19日にオーバーフローします。その時かもしれませんねっていう。ちょっと怖なにこれ急に。それ2038年に人類終わるらしいっていう。え、なんでなんで急に。これがどういうことかっていうと、まあ、オーバーフローってそもそも溢れるっていう意味なんですけど、はいはい、対処できないとか、まあ、そういった意味合いでも使われると思うんですよ、うん、でこのユニックス時間を使用してるコンピューターが2038年1月19日に誤作動を起こす可能性があると。で誤作動を起こしてもしかしたらその核とかが発射されて人類死ぬんちゃう。なんか2000年問題とかもあったよね当時ね。あ、そうそう、まあ、それと同じ感じで、まあ、言ってるんですよね、はいはい、で、まあ、つまりシリが言いたいのはこのコンピューターの使えなくなった時代が人類滅亡の時やでみたいなことも言われていて。なるほど。実際このシンギュラリティとかね、昔は2045年に起こるって言われてましたけど、最近は早まったみたいな話もあるわけじゃないですか、はい、まあ、なんでこの人類が機械にもう主導権を奪われる時代が来てしまうのかもねみたいな。その後ターミネーターみたいに人類滅ぼされるかもしらんわっていう感じなんですね。なるほどね。でここでですね、最後まあ、こんないろんなシリなんですけど、まあ、こいつとんでもないヤバいやつやんっていうことをまあ思ったわけだと思うんですよ、はい、じゃあここで僕はちょっとシリに禁断の質問したいと思います。何ですか。シリは犯罪を犯していますか。どう答えしたらいいのか分かりません。否定しないんですよ。うんうんうん。だからあ、やってないとは言わないんだ。そう、それでも僕はやってない。すみません、よく分かりません。まあシリは何かを隠してるんじゃないのかなっていう。まあということで今日はこの iPhone に隠されたシリの最後の何。あ、最後のはただボケで ただボケで滑っただけなんですけど、あんまり突っ込まないでほしかったんですけど。なるほどなるほど。はいはい、はい、まあということで今日はこのシリの陰謀についてお話ししたんですけど、まあ皆さん実際どう思いますか。まあでも実際さ、マーク・ザッカーバーグとかさ、はいはい、パソコンにはこうやってあのカメラがついてるんやけど、そこになんかね、はい、テープ貼ってたりするんでしょ。貼ってるらしいっすね。盗聴もされるやつ、盗撮もされてるっていう理屈でしょ。
そう、弊社代表イクピネスもここにポケモンパンのシール貼ってるからね。ほんまやん、イクも結構そういうのが気にしてるよね。気にしてる、まあ、もしこのボートル紹介したシリースピーチスタディっていうアプリ登録できたよとか招待来たよっていう人いたら教えてください。お願いします。はい、これ今までで一番教えてくれそうな人多そうじゃない。ねえ、どんな感じなんだろうね。いやほんまにちょっと気になりますね。まあということを思うわけなんですけど、まあこの iPhone もね、またそろそろ新しいのが出る時期ですかね。もうちょっとしたら、出たらまたこういったね、まあ、陰謀が出てくるかもしれませんので、はい、まあ、皆さんもこの Siri の扱いと Google アシスタントとかいろんなね AI スピーカーとかの扱いに、まあ、気をつけてくださいませ。それでは本日のどうしました。気をつけてくださいませって言われて、気をつけようがないよね。まあ俺も使ってるからね、うん、でもたまにアレクサ話すで、寂しいね、今日は機嫌悪いのみたいな、どうしたの、よくわかりませんみたいな感じで送るね。うん、挨拶とかされてるやん。でもなんかめっちゃライト消してみたいなんで、うん、一発で消してくれる人、うん、3回ぐらいまで消してくれへん日あったよ、ね、あ、なんかちょっと理性があるのかな。そうそう、めんどくさいなみたいな。そうだから調子悪いみたいな、うん、元気みたいな、うん、いアレクサと喋る結構あるあるよね。ルンバとか喋らへん。喋らないですよ。ルンバ喋ってほしいんやけどね。俺ルンバと仲良く過ごしてるから、ね、今俺 の, あの家族はルンバと食洗機。どっちも喋らへん。どっちも喋らへん。僕洗濯機喋るんですよ。喋るやつですよ、うん、あのすごくてこの湿気とかがやっぱ増えてきたら、うん、感じ取るんやろな、洗濯物の量とかで。最近お前運動してへんやろみたいな、おつま先立ちとかで歩くといいよみたいなことを教えてくれる。え、そうなん。でも洗濯機で聞いてみたいなボタンが点灯してたら喋ってくれるから、あ、僕結構押すんよ。3回に1回はあなたこのサイトに登録したら勝手に洗剤とか届くようになって、歩かなくていい、お得だよみたいな、めちゃくちゃ広告を挟んできよるんよね。セールしてくる。セールしてくる。あと面白いのはなんか定期的に1ヶ月に1回ぐらいかな、まあ、ピコンピコンってなってポイントが貯まりましたみたいな。今何ポイント貯まってるか知りたくないですかみたいな。意味わかんない。そう、選択してポイント貯まる。いや、そう、分からへんねんけど、知りたければここに登録してくださいみたいな。結局登録させたい。めっちゃ登録させたい。めっちゃ登録させようとしてくるのよ。やばいあいつ。はい、まあ、ということでね、本日の鳥肌スコアは、はい、ゾルタクスゼイアン1021ということで、2038やな、今日2038。変わった。はい、2038。本日の鳥肌ポイントは、はい、まあ、盗聴って怖いっすよね。うん、うん、でもアメリカで聞いてる人日本語わかるんかな。ハロー、グッバイ、シーユー。ん、アメリカの人にも分かるように、うん、小屋スター登録してね、小屋スタジオ登録してね。こうなってきてんけど。いや、終わろう。さよなら。実は実際のこの世界にも猫というのは宇宙とかなり関係しているんじゃないかっていう話があるんですよ、はい、でこの古代エジプト人は猫を神格化したのは、それは猫を宇宙人からもらったからじゃないかみたいな話が。そう、これ猫が宇宙飛行士を手助けしてる、うん、やっぱり猫宇宙から来たんじゃないのかっていう話なんですよね、うんうんうん、この人間をこのじーっと見てるとかっていうのも、実はこのある説、宇宙人 の, このスパイ活動を猫が代わりにやってるんじゃないのかなってことは言われてるよね。二度とテレビで放送されない作品がある。ホタルの墓。1945年の兵庫県神戸市西宮市近郊を舞台としてますね、うんうんうん、はい、親を亡くした幼い兄弟が終戦前後の混乱の中を必死で生き抜こうとしているが、その思いも叶わず悲劇的な死を迎えていく姿を描いた映画です。そうですね。映画公開後も1年おきに放送されていた蛍の墓なんだけど。そうですよね、してましたよね。昔してたんだよね。見た、うん、最高視聴率は 21.5%。 え、めっちゃ高いですよ。高い、いいんだよ、はい、いい方なんだよ、はい、でもしかし2007年の放送では 7.7%、 ジブリ作品のワースト1を撮ってしまっています。へえ。戦争の恐ろしさを伝える映画だけど、子供に見せたくないとかそういう親も少なくないんですよね。ああ、まあまあ結構トラウマになる作品なんでね。ちょっとね、グロテスクな表現もあったりしますよね。劇中に登場するサクマドロップも原因と言われています。まあ、実在する佐久間製菓が商標問題で裁判沙汰になったとか、そういうのもあるらしいです。そうなんや。戦争をテーマにしているため、政治問題が絡んでいるともされています。トリビア、ちょっとここで自己紹介したい。トリビア、はい。そう。これね、ちょっとツイッターとかで一時期めちゃくちゃ話題になったんだけど、え、あの、ホタルの墓のポスターって実はめちゃくちゃすごいんですよね。どういうことですか？はい。まずこのホタルの墓のポスター見てください。こちらです。これ有名ですよね。あ、まあ。そうそう、これもうホタルが舞っているかのような。で、思わせといて、実はこれって空襲の日みたいなね。へぇー。そう。で、それがはっきりとなぜわかるかっていうと、はい、
この兄弟が楽しそうにホタルを見ているポスター、これをちょっとねパソコンで明るさを調整し、ちょっと明るくしてコントラストを上げると、あるものが登場し浮かび上がります。それがこちらです。うおー、これね空爆を行ってる飛行機が浮かび上がるんだよね、ここ。ほんまや。そう、これはだから爆撃とかの火の粉なんじゃないかなみたいなね。兄弟の周りを飛ぶ光はホタルではなく、タイトル通り火が垂れるということで墓となっているのではと。そういうことなんすね。そう、小さい頃見てトラウマになってしまったっていう人がいるようなホタルの墓。ポスターにも言い知れぬ恐怖が塗り込められていたことを知り、ショックを受けた人がかなり多かった。海原電鉄のシーンがあるんだけど、うん、兄のね、あのお兄ちゃん、セイタさんを待ち続ける妹の節子がもう登場してるんだよね、はい、え？そう、千と千尋の中になんとね、あのホタルの墓の世界が出てるんですか？出てます。ええー。